ブラックロック砂漠は、アメリカ合衆国ネバダ州北部の乾燥地帯であり、グレートベースウンに属し、高信世のラホンタンコが乾燥した名残である固定がある。その固地質学的、形状、19世紀のカリフォルニア州への移民の道として、またロケット実験や地上速度記録を出す場所として、著名である。毎年バーニングマンの祭りが開催される場所でもある。新記録が出ている。 ブラックロック、ポイントブラックロック砂漠は、ネバダ州北西部、かつ、グレートベースウン北西部にある。プラヤが、ガーラックエンパイアの町から北東に、約100マイルに広がり、東のジャクソン山脈と西のカリコ山脈の間にある。ブラックロック山脈によって2つの部分に分けられている。標高は3907フィート、面積は約1000平方マイルある。 ブラックロック砂漠の範囲にはいくつかの定義が可能である。通常はプラヤの表面のみを指すことが多い。またプラヤから見られる地形を含めることもある。最も広い定義はこのプラヤに流れ込む川の流域全体である。完結的なクイーン川が地域最大の川であり、サンタローザ山脈から流れ出てブラックロック山脈の南のプラヤにあるクイーン川くぼみで終わっている。 その流域は1万1600平方マイルある。これには上クイーン川と下クイーン川、スモーククリーク砂漠、マッサカー湖及びサウザンドクリークを含んでいるバージンバレー。ネバダ州北西部の流域にカリフォルニア州とオレゴン州宗教にまたがる小部分も含まれている。ネバダ州のハンボルト郡、パーシング郡及び和尚郡がブラックロック砂漠に入っている。 次の山脈が、ブラックロック砂漠の範囲内にある。高深用のラホンタンコは、ネバダ州北西部の大半を覆っていた、ブラックロック砂漠には、ブラックロック山脈の南端にあり、ネバダ州でのペルムキ黒色気力岩岩脈形成部に、類似した暗色のペルムキ火山岩がある、ブラックロックポイントなど、ネバダ州北西部火山地帯の多くの火山性また、地熱的諸層がある。 ブラックロック砂漠にあるラホンタン湖湖底は外して平坦であり、ラホンタン塩水性低木植生、広く散らばった温泉及びイプライアンが一つある。山脈に沿った湖底の地域は雨影によって砂漠の洪水レベルになっている。フライランチのフライガイザーは、私有地にあり、1916年に井戸を掘削している時に偶然地熱水源を掘り当てたものである。 ブラックロック砂漠固定のプラヤは、北をカリコ山脈原生地、西をガーラック、北東をアップルゲート国立歴史の道、南をユニオンパシフィック鉄道に囲まれた地域内に二百平方マイルの広さがある。南プラヤは、ガーラックと国立保護地域南西側境界の間にあり、プラヤの国立保護地域南東部は、国立保護地域とアップルゲート国立歴史の道の、 間にあるガーラックとブラックロック温泉の間にあるノーブルズルートはプラヤの長さだけ伸びている。このプラヤのクイーン川くぼみは3平方マイルあり、クイーン川が流れて蒸発する場所である。ブラックロック温泉からは南南西に2.75マイルの位置にある。ブラックロック砂漠地域での鉱物探査と工業は19世紀半ばから行われてきた。US ジップサム会社がエンパイアで 石膏採掘場と石膏ボード製造工場を運営しており、2008年時点で従業員107人、石膏生産量266,300トンとなっている。アライドネバダゴールド会社がビスタゴールド会社からハイクロフト金山を取得し、2008年に創業を再開した。ハイクロフト金山はブラックロック砂漠の東側。 サルファーに近いカンマ山脈で露天掘りを行っている。砂漠の西側、カリコ山脈の麓には、オパール鉱山がある。1979年、コロンビアマンモスの化石が発見された。その骨の複製が、カーソンシティのネバダ州立博物館に展示されている。ブラックロック砂漠固定表面が平坦であるので、実験的地上走行車の走行実験地に使われている。 これまで二度地上速度の世界記録を塗り替えてきた。ブラックロック砂漠は平坦なことに加えて人の住む場所から離れており、上空には規制がかかっていないことからロケットの実験も行われてきた。以下はアマチュアによるロケット記録のいくつかである。他にも様々な高度記録や宇宙飛行となるロケット打ち上げが行われた。百九十九年五月。 JPR スペースはロックンを使い、弾道飛行を目指したが、不成功に終わった。この様子は CNN で放映された。このロケットは、高度75000フィートにまで達したが目標とした、カルマン線には遠く及ばなかった。シビリアンスペース・エクスプロレーションチームは2000年と2002年に2回、失敗しており、2004年に成功にこぎつけた。 JPR スペースは2009年に別の試みを行った。東芝の電子製品の広告として、スペースチェアと呼ぶ、キジカケースを宇宙の円まで打ち上げた。毎年9月上旬に模擬衛星であるキャンサットの打ち上げ競技であるアーリスが開催され、日本からものしろ宇宙イベントや CANSAT 甲子園の上位入賞チームが参加する。 1930年のウェスタンパシフィック鉄道地図、ガーラック、アスカロン、トレゴ、シャロナ、ロンダ、サルファーが見られる15000年以上前に、ハンボルト川は、ブラックロック砂漠の消防地であるスモーククリークに流れており、ラホンタン湖が減退した時には、カーソン砂漠消防地の方向に流れた。ラホンタン湖の水位が最も高かった時、固定は、 水面下約500フィートにあった。そこに堆積物が積もって平らな固定が形成された。グレートベースン部族がこの地域に7000年前から住んでおり、ジョンシー・フレモントの遠征隊が1843年にこの地を訪れたが、1867年の北緯40度線、測量隊が公式の探検として初めてのものだった。1840年代後半。 ピーター・ラッセンがカリフォルニア・ドレールを通って移民を導く途中でこの砂漠にあるアップルゲート・ラッセンカットオフを通った。これは金の土地カリフォルニアを目指したその隊にとって数百マイルも遠回りな至難の道だった。1910年にはウェスタンパシフィック鉄道のフェザー川線が1854年にイージーベック・ウィズ注意によって 初めて探査された経路である固定の東側に開通した。1927年にはこの砂漠で映画ザ・ウィニング・オブ・バーバラ・ワースが撮影された。2003年にマイス・バスターズのパイロットのエピソードもこの地域で撮影された。第二次世界大戦中、ブラックロック砂漠の973平方マイルの土地が アメリカ空軍空中射撃訓練領域として使われ、戦後はアメリカ海軍ラブロック空中射撃訓練領域の北部がブラックロック砂漠に入っていた。この領域は1964年までに閉鎖された。1979年、コロンビアマンモスの化石が固定の縁で発見された。ボールズの最初のロケット行事が1993年に開催され、 1998年、ガーラックダッシュグライダーレースがリノからブラックロック砂漠までのコースで初めて開催され、毎年の行事になった。ネバダ大学のブラックロックプレスが、その創立30周年を記念して1994年に砂漠の写真集を出版した。1999年にフレンズ・オブ・ブラックロック・ハイロックが組織化され、 翌年の国立保護地域法でこの砂漠にいくつかの保護地域が生まれた。2000年、ライザ・オシェアが2匹の犬を救おうとした時にダブルホットスプリングスで火傷し、7日後に死んだ。その後アメリカ合衆国土地管理局がダブルホットスプリングスの周りをフェンスで囲った。2002年、ジャックリー・ハレルソンがエレファントマウンテン洞窟の考古学品洞窟により、 罰金250万ドルを課された。2008年、航空機のパイロットが固定でうつ伏せに倒れている男を発見し、無線で救援を呼びかけて、その怪我人を救出した。2010年、土地管理局のウィネマッカ地区事務所がカリコ山脈コンプレックスで野生の馬1922頭の狩集めを完了した。そのうち39頭は、下放牧のために、 栄養不良で死んだ。2006年にロケットを打ち上げる時の固定ネバダ州道447号線が地域の主要高規格道路であり、ガーラックから週間高速道路80号線に近いワズワースで修道427号線とつないでいる。砂漠内の未舗装路は雨や雪の時には返して使えなくなる。旧ネバダ修道34号線で、 西側のプライとフアラパイフラットに行くことができる。九州道48号線でラブロックとプライを結び、九州道49号線でサルファーやジャンゴのゴーストタウンから固定に行くことができる。フェザー側ルートはサルファーとガーラックの間で固定の東側を通っている。軽飛行機ならば固定に着陸できる。近くにあるエンパイア空港鳥の他保国際空港では、 商業便を利用できる。ありがとうございます。